さ々木チャンネルちょさあ、プロ野球、クライマックスシリーズファイナル阪神対広島、そしてオリックス対ロッテの開幕前選票、戦表ということで、今回もね、このクライマックスシリーズファイナルを、佐々木チャンネル、どこよりも詳しく、ね、わかりやすく占っていきたいと思います。うん、まずはですね、えー、セリーグ。 阪神対広島というところですけども、えー、シーズンね、えー、の対決で言うと、阪神が15勝、えー、9敗、1分けということで、貯金6。しかも、甲子園では阪神が9勝2敗、1分けで、貯金7ということで、ね、マスダスタジアムではね、結構いい戦いをしてるんですけども、甲子園では9勝2敗と大きく勝ち越し、ね。 えー、しかもカープはですね、えー、甲子園で、ね、値段と打率2割8人、えー、そしてホームラン2本ということで、セリーグの球場別で言うと、もうワーストでございます。ホームランも2本しか打ってないからね。で、えー、防御率が4.01、で、四死球42、石田46六ということは球場別で直すと、ワースト2、ね。で、阪神に対して失点が97でワースト。で、守備がね、エラー19でワーストということで、阪神戦はね、やっぱり一番苦手としてるっていうね。 で、えー、ホームランは11本で、ワーストリードかなり少なく、で、防御率も3.49、で、四死球87と、こちらもワーストということで、えー、カープが、阪神に対して、いいところが、絶いないびっくりするぐらいだ。 これかなり厳しい戦い。で、阪神はね、カープに対して、えー、チームライツ2割5分7厘って二位。で、防御率は2.81と。こちらね、ワースト2位ということでね、まあ、2.81数字はいいんだけども、えー、セリーグの中だったら2番目にね、あの、防御率が悪いというね。で、ヒホン・ルね、11本っていうのは、えー、2番目に少ない。四時級1はね、一番少なくて。実績績68は2番目に多いということで、まあ、し、績点は多いんだよね。 まあ、ということでね、自責点はタイガースね、他のチームに比べると、表広島ね、多いけども、まあ、無駄な知識をも出してなくて、無駄な知点はね、抑えてるというところでね、非常にダー高い。だから、甲子園ではね、かなりの確率で、すべてにおいてね、タイガースがね、圧倒的な数字出してるんだよ。だからね、調べれば調べるほどね、カーブが勝つ確率がどっと低くなってくる、これはもう。あの、まあ、その中でよ、ね、やっぱカーブが勝つためのことも考えていかなきゃいけない。だからね、タイガースはね、もうね、 普通に、普通にやっとけば勝てます。データ上は。9割くらい勝てます。 その中でね、カープね。打撃で言うと、大阪神ね。チームトップはね、野3割6分五厘で、ほ、で、アンドスも23のトップ。で、5打点。で、甲子園ではね、二割6分7人と若干落ちんだよね。1割落ちる。タイガースに対しては打ってんだけどこ、対甲子園でね、打ててないんだよね。そこら辺がちょっと失敗。でもね、西川もね、3割6人としっかり打ってる。で、甲子園ではね、3割6ばっ西川はね、かなりね、 甲子園に対して、えー、相性いい。で、小ロがね、2割7分3厘、対阪神、ホームラン3本。で、得点検打率5割っていう形で、ね、かなりチャンスで打ってる。でも、阪神ではね、甲子園では2割5分く厘だから、ま、そこまで変わってないかなと。でね、やっぱ心配がね、菊池、2割3厘。これはね、ワースです。で、アンダーストも13本ワースと。で、長打がなんと0。で、打点に得点検打率1割4分3厘。甲子園では2割というところで、これちょっと菊池がね、 阪神戦今年打ってないんだよね。で、秋山ね、1割9分2厘。で、甲子園でもね、1割5分く厘、得点圏打率1割6分7厘。え、デビッドソンが1割4分く厘、ホームラン2本。得点圏打率0割0分、0厘。甲子園で1割5分8厘。で、マクブルーム2割5分。得点圏打率は3割3分3厘高いでいね。で、こっからよ。ここまで悪いんだけど、なんと松山。対阪神4割。甲子園では2割6分7厘。得点圏打率7割5分。ね。で、OPS がね、1.074とめちゃくちゃ打ってる。ね。 そういったところではね、かなり松山ね、思い切った。もう松山はファーストでもいいかなっていうね。でね、末金。4割2分くり。あ、末金が OPS1.074 だよね。で、得点圏では4割で。でも甲子園では2割2分2分。ちょっと打ててないんだけども。でもね、松山と末金がね、結構大半身に対して打ってるね。そういったところではね、このね、野間西川ね。野間西川キーポイント。で、えー、松山末金をどういうポイントでね、使っていくかっていうところが、 ちょっとポイントになってくるかな、というところはあります。だから、思い切って、ファースト松山っていうところも、スターティングラインナップでは手じゃないのかな、っていうね。あとは、ま、末金を外野で使ってっていうね、ちょっと銅林がね、対半紙に対して状態が悪いっていうところで、ま、初戦村上っていうところもあるんでね、ひょっとしたら銅林は出ないかもわかんないな、っていうね、えー、ところはあります。で、タイガース打線で言うとですね、中野近本森下がもうめちゃくちゃ打ってます。 で、しかもね、近本はね、四死球も多いっていうね。で、大山もね、フォアボールが多いのよ。だからね、これね、一、二番がね、めちゃくちゃ塁に出て、それをクリーンナップが返すっていうところの、もうゲームが成り立ってる。でね、そんな打ってない奴いない。対表島に対して、見たけどね、あの、数字で表すほどね、低いやついない。ほぼほぼ平均的に全員打ってる。で、ピッチャーもね、抑えてる。だからね、タイガースのね、心配、何もない。 どうしようかっていうね、えー、ところで。で、まあ、明日ね、栗と村上はね、えー、先発っていうところで。まあ、栗はね、対半身、防御率2.61。まあ、あのー、セリーグの中だったらね、えー、中日についで抑えてんだよね。で、5試合登板して、クオリティスタート2回。でもね、0勝2敗。1回も勝ってない。ここ心配。でも、ね、あのー、左率が、二2割1分3厘と、あん、打て、打たれてないんだよね。セリーグの中だったら、一番打たれてない。でも、ウィップ1.35っていうところで、ここが高いからね、そういったところでいうところに、ね、 ええー、C C Q 二十これ一番出してるんだよ。 四死球を。だからね、明日村上にクリが勝つとしたらもうフォアボール出さない。どんどんスライクゾーンで勝負できるかどうかっていうところがポイント。特にね、近本中のここにね、フォアボール出さないかどうかがポイント。逆にね、タイガース打線はしっかりね、多分際どいところとかついてくると思うんだよね。それをしっかり見極めて、シーズン通りでフォアボールを取って、ランナーをためて、ポンポンポンってね、行くことによって、一気にね、得点源を増すっていうね。でまあね、村上っていうところがあるんでね、広島は、もうこの DNA と同じように、 ロースクワーの戦いに持ち込めるかどうかっていうところがね、ポイントだと思う。だからまあ4点以内の勝負でどうなるかっていうところがね、ヒューシムに対しては勝機があるかなと。タイガーさんもね、ポンポンポンとそれ以上ね、えー、データ見ててもね、悪いデータを見つける方がね、えー、大変だから。まああとはね、このね、ちょっと実践がね、 あの、ま、優勝してからもね、ちょっと実戦、あの、試合が感覚が空いてるっていうところと、シーズン終わってからね、ま、ファーストステージの勢いっていうところがカープがあるからね、そういったところでは、そのね、感覚がどうかっていうところでね、初戦ね、阪神はね、どういう戦いでどういう動きになるのかっていうところはね、結構しっかりね、見ておくポイントになると思いますけれども、データ上、対カープに対してね、特に甲子園で戦う場合は、何一つ不安要素、一切だし、普通に勝て、やって、ね、勝てますね。だ、 え、カープのね、荒井監督も記者会見してたけども、普通にやってたら勝てないと。だからね、もうトリッキーなことやっていくと。まあ、それぐらいのね、気持ちいいよ、もうね。 あの、いろんなことやって、もうね、ダメ元でね、どんどん走ったり、セーフティーやったり、いろんなことをやって、どこまでかき乱して、ね、半身ペースになんないように勝負できるかっていうところがポンチだからね。まともにやってたらね、それシーズン中ねえ、ボロ負けしてんだから、それまともにやってたら負けるよ。ね。だから、タイガースはね、逆に浮き足出さないで、ね、この首位で出たっていうプレッシャーをね、感じるっていうところもあるけども、浮き足出さないで、シーズン通り、ね、平常心で淡々と、 試合ができるかどうかっていうところがポイントだね。だから村上選手はね、これね、フォアボール出していくと若干怪しくなるからね。その、シーズン中通りね、ストライクゾーンでどん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 勝負していければね、普通に、まあね、普通に戦ったら、そうやな、4対1、5対1ぐらいで、阪神がね、勝つ感じかなと。でもカーブがね、勝つとしたら本当に3対1とか。 3対2とか、これぐらいの形でね、勝てるかどうかっていうところが初戦のポイントじゃないでしょうか。ね、えー、ここからまたね、え、初戦あ、試合が終わるたびにね、佐々木総チェックやっていきますので、そこをね、確認しながら次の年ね、どういう対策を持って、どういうバランスなのか、タイガースがそのまま行くのか、カープが逆襲するのか、ね、半神に何か、ね、こう、緊急問題が起きたのか、カープに起きたのかっていうところはね、詳しく解説していきたいと思いますのでね、ぜひ見てください。<music>